そう。オフ。よし。スタート。今日は肌荒れが嫌だってツイッターでよくつぶやいてるじゃん。妊婦になってから肌が前よりもっと荒れるようになっちゃったの。なんか肌もともと弱くて荒れやすいんだけど、で冬になるともっと荒れちゃうし、おでこ見えるかな、あんまり見せても汚いけどさ、ここら辺ボツボツとか赤みがある、ニキビなのかな、肌荒れ、うん、なんかすごいの、とりあえず肌が荒れちゃってて、でいろいろ検索したり、友達と買い物に行った時に友達に聞いて教えてもらってとかいっぱい探したんだけど、いいってネットでね調べて書いてあったのがドクターブロナーのマジックソープってやつ、これでるー、お願いピンク合ってくれないの、わかるかな、ちょっと待って、教えてもらったんだ、あーこう、ちょっと OK、 これでれーん、いろいろ種類があって、これはティーツリーっていうのがあるのでね、なんか結構有名じゃない、まだも何回か見たことあるんだけど、ピンクとかいっぱいあるよね、水色とか多分そうだよね、そう、それで結構多分これはなんて言ったらいいんだろう、オーガニックでできてるやつなんだって、でオーガニックオイルって書いてあるんだけど、ここにもこんな感じで、なんかドロッドロじゃないけどタランとしてるのが中に入ってて、口コミレビュー検索していろいろ見たら、背中のニキビとかも消えるんだって、で T3 っていうのはもともとニキビにいいらしいの、すごくだからいいなって思ったのと、顔にも使えるし、ボディーソープにも使えるし、軽いメイク落としにも使えるしって、なんかいろんな、なんかシャンプーも平気って書いてあったんだけど、これはどうかわかんないんだけど、これは洗顔プラスクレンジングプラスボディ洗浄って書いてあるから、後ろに多分シャンプーはまた別のやつなのかな、でもこんくらいの大きさで1000円以内で買えた、で Amazon だともっと安くあったと思う、ここには2000円でも、あれが違うのか、量が違うんだ、そうで、まだ使ってないからどんな感じかわかんないし、レビューはまた別の動画で撮るんだけど、これで治ればいいなと思って、もう本当にやばいんだよね、結構妊娠してから肌が荒れる人いっぱいいるみたいで、アットコスメっていうレビューとか見れるコスメサイトがあるんだけど、そこでも結構いいって書いてあるから治ると思う、でね、匂いがね T3 の独特な香りっていうのがあるから、どうだろう、相手の匂いどうなんだろうな、ちょっと開けてみよう、あ、平気だ、まだは好きだ、でれーん、うーん、なんかねオーガニックだから自然、 T3 だからやっぱりちょっと、なんて言ったらいいんだろう、この匂い独特な匂いする、本当に、でもまだは平気、ロキスタンとか好きな子は多分平気だと思う、これね、オレンジのやつで、種類がいっぱいあるし、それによってなんか効くのも変わるし、匂いも変わるんだって、でも T3 っていうのがいいって書いてあったから、 T3 のやつでこれを頼んだのね、これが良かったらまた買おうかなと思って、コストコにもあるんだって、そう、結構いろんなところで見る気がするけど、あんまり今まで気にならなかったんだよね、あ、OK、電車がねブンブンって行っちゃうから後ろには毛穴の黒ずみまで溶かすのに突っ張らず、モデルのようなスベスベ美肌に透明感もアップだって、そう、なんかね使った人が肌がめっちゃサラサラスベスベになるって言ってた、だからそれも楽しみなんだよね、さ、じゃあこれ使ってみよう、あって、あと昨日は普通に友達と遊んでご飯食べたりしたのね、じゃーん、おまけ、これはこれをね買った、可愛くない、ほら可愛いでしょ、また来たらインスタグラムに載せよう、
値段も超安かったから。はい、さあこんだけ今日はこれは届いたからね、撮ろうと思って撮っただけなのまた使ったらレビューします。バイバーイ。そうだ、あとね今日は初めて胎動を感じた日、赤ちゃんがツンってやってくれた。楽しみー。